こんにちは。引き続き山陰の旅、ここは鳥取県の一番西の外れ、米子駅です。米子はそれでも結構大きな町で、それでもっていうかね、西の外れですけれど、鳥取県で2番目で合ってますよね、そういうところ。これからそのまま西へ向かい、島根県にあと一駅分進めば入るんですが、そうではなくちょっと北へ寄り道をします。鳥取県と島根県の県の境にある鳥取県側の町、境港をこれから訪れようと思います。予算には厳しい制限を設けており、皆さんの再生数をもとに計算して、その金額でやってるわけですけど、本当にお金がありませんのでね、ずっと野菜は食べてなかったんですが、今日はちょっと余裕があります。8500円、とりあえずこういうものを食べて皆さんにも安心してもらうことにしました。結構いろんな身近な人からね、ちゃんと野菜食べろ野菜食べろって言われる。でもね、まだ若いうちですから、別にそんなに一生懸命意識して食べなくても、この1ヶ月2ヶ月ぐらいなら大丈夫で、私の友達とかでね、やっぱり同世代だとまだまだこれからお金増えてくるっていう友達もいるわけですんで、ずっとね炭水化物ばっかり食べてるって人結構いっぱいいるんですけど、逆に私も心配になりますが、でも野菜食べろって言われたって、じゃあその金どっから出てくるんだっていう風にね、私だって自分がお金ない時は多分言ってたと思いますんで、そんな無責任なアドバイスはしないようにしようと思います。もっともあれですよ、視聴者の皆さんのアドバイスが無責任だって言ってるわけじゃないですよ。いや、久しぶりに食べると美味しい。自分がいかにこれまで野菜を食べてこなかったか、不足していたかということがよくわかります。その境港へ向かう列車は境線、米子駅のちょっと分かりにくい0番ホームというところにあります。0番ホームとも言います。目玉親父が書いてありますが、これは水木しげるの出身地が境港だからで、それとちょうど出発のホームが0番だったから、それにかけて霊場と書いて霊場乗り場ね、霊場乗り場とか、そんな風な言い方もするそうです。今ハングルが書いてありましたし、ここにもまたハングルが書いてありますが、これは境港から韓国の DBS クルーズという船が出て、韓国トンヘイに向かっているからです。米子駅のこれ気になるんですよね。逆向きのラーメン、表から見てもね、逆向きに書いてあって、学生限定ラーメン350円、値下げしたんですね。いつもは水木しげるの妖怪たちをあしらった古い列車が来るんですけど、今日はなんか新しいのが来たな。そういう場合もあるのかな。あまり興味はないので、その点には特に注目しません。ゲゲゲの鬼太郎自体は面白いと思いますけど、境線自体は沿線にものすごい絶景というものはなく、米子空港が見えるぐらいですが、今通っているこの半島、何半島って言ったかな、ここが米子で、この辺ぐらいまでは全部米子市、そしてここが境港市、両方とも市同士で結ばれています。そしてこの境線はとにかくポツポツいろんな駅に細かく動いたと思ったらすぐ止まりまして、境港市と米子市の往復に使われているだけではなく、市内の交通の役割も果たしていて、ローカル線にしては本数が多く便利です。って言っても1時間に1本ぐらいですが、ここが終点の境港駅。観光客も非常に多く、また乗車券をちらっと盗み見ましたが、東京や九州など遠方から来ているようです。やはりゲゲゲの鬼太郎が一番人気のようですが、それではなくしばらく離れたところ、自転車の貸し出しを観光案内所でやっていますので、大急ぎでこれを借りて、多分片道1時間はかからないぐらいであろう場所に行きたいって思っていたところがあります。自転車を借りてきました。これがそうです。2時間で500円と、安くはありませんが、しかし100円で荷物を預けることができますので、それと考えれば随分身軽になって助かります。向こう側に見えております、あちらは島根県、こちら側が鳥取県となっています。これまっすぐ行くと日本海の出口に至りまして、日本海からは沖ノ島、後醍醐天皇もこの境港に立ち寄ってから島流しになったそうです。それから、ウラジオストック、韓国のトンヘなどに船が出ております。自転車を5時までに返さなければいけないので、パパッと休憩。そのセブンイレブンを出発してすぐ目の前にあるこの立派な橋、すごいですね。これが江島大橋と言いまして、よく写真映えなどすることで有名になっていて、バイクの人たちもきっとこの橋を渡りたかったんでしょうね。バイクの人たちもみんなこっちを見ています。この橋は境港と中海にかかる江島という島を結んでいるんですが、ここがちょうど鳥取県と島根県の境、これより向こうは島根県です。ちょうどですね、向こうの方を見ると今少し電柱が邪魔ですが、しかし大山が、先ほど乗っていた山陰本線の車内からでは雲でほとんど隠れてしまっていたんですが、また雲がどいて見えるようになりました。向こうの方をズームしてみますと、ずっと日本海、ここが長い半島であるということがよくわかります。
画面向こう側はいろいろ合併しまして、現在は島根県の松江市、これから向かうのは松江市ですが、しかしそう簡単にこの自転車で行けるほど松江は近くありません。なおこの橋は入り口のところにですね、自転車の方は降りて通行してくださいと無慈悲な看板がありまして、それに私はちゃんと従っているわけですが、そうすると相当長い橋ですから延々歩かなければいけないということになります。橋の一番高いところを過ぎると向こうに江島の様子がよく見えますが、この橋の写真を撮りたいので、私はそれからさらにぐるっと回ってですね、反対側3キロほど進んだ別の島に渡ろうと思っています。これは渡り切ってすぐの様子です。これでもすごいですが、こんなんじゃまだまだダメです。ここから3キロ頑張ることが重要、最後の一手間です。さて私の目当てにしていた場所に来ましたが、レンズの長さは足りるかな。足りた、おお、すごい、こりゃすごい。車がなんか垂直に登ってるみたいです。ここから見るともう45度とかね、50度、60度もそれぐらい、いや90度と言っていいかもしれない、ものすごいカーブを駆け上がっているようにしか見えません。まあ、実際にはね、これテレビでもベタ踏み坂みたいな風にコマーシャルでなんか紹介されてたらしいんですけども、私知りませんが、実際にはそこまできつい坂ではないかな。島根県側と鳥取県側とでそれぞれ坂の角度が違いまして、島根県側の方が勾配が急なので、こちら側まで渡ってこなければこの角度、この景色を見ることはできません。でもすごいですね、やっぱここまで自転車で来る甲斐あるわ。もうこんなに遠いんですよ。普通のカメラではちょっと撮れないと思いますけどね、こういう、ビデオカメラとか、望遠レンズとかそういうものを持ってくれば問題ないでしょう。スマートフォンとかでは無理です。肉眼で見てもなんかちっちゃく遠くに見えるなという感じですが、これはすごい。どうしてそもそもこんな変なものが作られたのか、わざわざね、すごいめちゃくちゃ高く盛り上がってますよね。それにはやっぱり境港特有の事情があります。重要な港湾都市境港には大型船が数多く出入りするのですが、ここに前かけてあった橋は哨戒橋といって、必要な時に橋が上に上がる方式、それでも船を通すことはできたんですが、そうするとこの交通量の多い道路を一旦封鎖するということになり、この辺り深刻な渋滞に見舞われることになりました。それを防ぐために新しく橋を架け替える際、上にあのような大きくぐにゃっと曲がり高くまで上がっていく橋としたわけです。だからあの高いところをあそこまで盛り上げてあるのは、つまりあの下を船が通ることを考えてのことです。日本にもまだ上下に紹介する橋というのは残っていて、もう大きな船が来ないから結局ただ保存用に残されているだけの橋もありますが、まあ一方で、本当に船が通るために、上げ下げしている橋もあるわけでして、もしかしたらああいった橋が今後の日本で増えるということがあるのかもしれません。ちなみにこの橋、島ですけれど、この辺ですね、全部サイクリングロードで整備されていて、自転車でバーッと気持ちよく走ることができます。本当に気持ちがいい。太陽の日差しもまあ眩しく暑いですが、それでもね、風が強いので、それほど熱、確かに日の光は暑いとは感じますけれども、すぐに風が冷やしてくれます。このサイクリングロードで40キロぐらい出したかな、そこまでいかないかもしれない、35キロは出たでしょうか。ビューッと走ってきましたが、周りに誰かが出てくる心配もないので快適です。それではただいまより恒例行事のカゴに入れて走るというのをやりたいと思います。タッチ向かい風だからな、行きはスピード出せたんですけど帰りは難しいかもしれない。ちょっと見てください。よいしょ、はい出発。よし、帰りも登って帰りますよ。からね、この辺り自衛隊機がブンブン飛び回ってるんですけど、なんかね、あそこにある米子空港にさっき着陸した飛行機がいたなと思ったらね、またすぐ離陸したんですよね。着陸した飛行機がそのまんまで、さっきからそれをずっと何回も何回も繰り返してるようです。多分空飛ぶ練習をしてるんでしょうね。飛び上がった飛行機が今あの辺に映っていますが、わかりますかね、これ鳥だった、これも鳥だ。あれそうですね、今の離陸していったところでまたすぐ着陸の体勢に入ったようですよ。離着陸の訓練をやるには多分ああやってやるのが一番なんでしょう。降りていくこの様子もいいですね。見事なダウンヒル、これを
自転車で駆け下りることができないのは残念です。深井港駅と自転車を借りた観光案内所と沖汽船のターミナルは全て一緒になっているようで便利ですね。この辺の地図です。このね、島がさっき私が渡ったところですが、この境港、それからこの七類、ここから抜けてで日本海に浮かぶ沖諸島へ行くんだそうです。このね、ドンゴっていう方が観光の中心で、こっちの方が人がいっぱい行くようですが、島がいっぱいあるからそれぞれで自治体を形成しているのかな。どうしてもね、船の便数に制限があって、沖ノ島に一泊するか、もしくは高速船を使うかしないといけなくて、かなりのお金がかかるので今回は諦めました。ゲゲゲの鬼太郎に全く関心がないみたいなことをさっき米子駅で言いましたけど、全くないわけではありません。10年ぐらい前かな、私が小学校6年とかだったと思うんですけど、ゲゲゲの鬼太郎テレビでやってましたね。あのドラゴンボールの時間だったと思います。ドラゴンボールも やってないのかな。あのその時のね、ゲゲゲの鬼太郎はあのこういう原作の絵じゃなくて、随分デフォルメされた綺麗な感じになってて、今またアニメやってるんでしたっけ。でそのなんか猫娘がね、とてもあの可愛いとかなんとか言って、あのネットで話題になってるのも見ましたが、もともと猫娘っていうのはこういうキャラクターなんですよね。私は原作とかまともに読んだことないんで知りませんが、でその周辺のキャラクターも今のアニメでやっているのよりは随分おどろおどろしいはずです。多分ネズミ男ぐらいではないですかね、あのあんまり変わってないのは。まああと一旦モーメンとかも変わってないかもしれませんが、あのともかくね、アニメで随分と綺麗にされてるわけですけど、もともと水木しげる自体はあんまりゲゲゲの鬼太郎の妖怪を綺麗に描きたくはなかったようですね。だからなんか妖怪の絵面がなんか悪いので、どうにも人気が出ないとか、そんな話も聞いたことがあります。それで苦労したけれど、でも妖怪の絵面をおどろおどろしくするところについては譲らなかったとか聞きましたけれど、まあそれはあの前にやってたあのゲゲゲの女房ってあの連続ドラマを前に見てたからそれ知ってるんですが、まあ、それはどこまで本当なんか知りませんけど、本当なんだとしたらね、なんか本人亡き後、こんだけ好き勝手にデフォルメされてなんだかかわいそうだなと思わずにはいられません。また本人がご存命のうちに、私が小学生の時に見た随分とデフォルメされた、まあ、今のやつよりはまだマシでしたけど、あのそういうアニメも見ましたが、あの本人も見ていたはずでして、その時水木しげる原作者ご本人はどう思っていたんでしょうね。帰りの列車行きと同じ、これ 121K でしたっけ、 126K かな、まあ、どっちでもいいんですが、朝に見た鳥取砂丘、もう懐かしい光景ですよ。あれ今日の朝だったなんて全く思えません。実は朝日も夕日もどちらも美しく楽しめる、そんな天気になっています。この中海、それからお隣にある宍道湖に沈む夕日は、日本で見られる夕日の中でも特に美しいものとして知られているようです。米子からは松江方面の普通列車に乗ります。特急の方が先に出て、おそらくその方が夕日の景色に間に合いやすいと思うんですが、しかし夕日というのはまあ割とどこでも見られますので景色は綺麗ですけど、今回は海沿いに行く旅ですから、夕日一つ一つにはこだわらないことにして、見られたら嬉しいぐらいで行きましょうかね。特急に乗ると千何百円かかかりますんで、そうだな、それにお金を出すほどの余裕はありません。だったら何か食べ物を美味しくお腹いっぱいになりたいよね。やってきた特急電車も国鉄時代に作られた古い車両、山陰のあたりは古い車両ばっかりで、鉄道マニアには嬉しい状況が続いています。
祭りに通い帰る人でしょうかね。この駅から大勢乗り込み込みましたが、それと入れ替わりで私は混み始めた列車から降りることができました。久しぶりにお腹がいっぱいになるという経験をしました。今日の予算はさっきの時点でまだ4600円残っておりまして、唐揚げ定食が950円、あの割子そばってのありましたね。あれ本当はね、なんかおそばがありましたけど、あれ何段かこう積み上げて上のそばを食べた後そのつゆをこう下にリサイクルして食べるみたいなのが売りなんで、あれ1個だとね、あのちょっとまだその本領発揮しはいないんですが、あの有名な出雲そば、島根県松江って出雲地方になるんですか、ならないような気がする。しじみ汁も良かった。あの出汁の感じがスーッと体に染み込んできてね、ほっとため息が出る味でした。安心する味です。ああいうのが一番美味しいですね。それで食べましたんで、残り今日は3750円まだ残ってるわけですが、もうほとんど使いませんけれど、このままもっと県西部まで一気に2時間半ほど移動し続けて浜田というところまで行ってしまうかとも考えました。しかし朝の4時に起きてから自分の肉体で自転車漕いだり早足で歩いたりしてですね、もう20キロほど移動すると、今日は疲れる1日でしたので、今日はしっかり休もうと思います。この松江にはネットカフェみたいなものは多分なかったと思うし、あってもね、ちょっと滞在時間が短いと休まらないですから、なるべく長くいたい。ネットカフェ長くいるとあの割が悪くなりますが、松江駅のすぐ近くに、なんて言ったかな、忘れ、クヌートとか言ったかな、3000円で、シャワー使い放題のしっかりしたベッドがあの備わっている相部屋の宿がありますので、そこに泊まることにします。あ、いいですね、ベッド、静かな環境。ネットカフェは夜中なんか BGM がかかってるからね、あれは辛いですよ。多分なんか宿泊施設だとあのなんか見えないように、でもほとんどみんな泊まりに使ってるんだけど、宿泊施設としてあれを使うのは良くないということで、ああいうことやってるかなと思うんですが、まあ、ともかくあのベッドで今日は楽々眠れます。3000円ですけどね。これでもね、あの3000円あんな取っちゃいけませんよ。あの JAL のファーストクラスとかね、あの、まあ、国際線のファーストクラスとかより圧倒的にこっちの方がね、広くて快適ですんで、それ3000円で泊まれるんだったら安いもんだと思いますね。あれファーストクラス乗ってよかった。なんかむしろ前よりもね、こういう安いものを、ね、頻繁に使うようになりました。時刻は21時を回りました。この自転車はさっきのホテルで借りてきたものです。滞在中自転車を自由に借りることができます。ドミトリーの金額3000円というのは安い方ではありませんが、しかしこれが含まれているのであればコストパフォーマンスは高いと言えます。ですから本日残りの体力を使って駅から2キロほど離れている松江市のシンボル、国宝松江城を見に行こうと思います。その道中今ちょっと立ち止まって動画を回しています。こちらは松江市及び島根県全体のシンボル、宍道湖。周囲およそ45キロ、全国で7番目の大きさです。産出魚介類は多く、特にシジミは山陰を代表する味覚です。夕日の美しさも有名で、日本の夕日100選に選ばれております。自然が作り出す美しいコントラストは見る人の心を魅了します。宍道湖のご案内でした。ありがとうございました。今喋ってたことの元ネタが分かったらすごいっていう感じですね。よいしょ。暗いですから何分分かりにくいんですけれども、こちら画面右側が宍道湖です。さっきと場所は変わっています。奥側に橋が広がっていて、ここに橋がバーッとこう大きなのがかかり、そしてまたこちら側にも大きな町が広がっています。まあ、どちらかというとこっちの岸の方が、県庁とかお城とかホテルとかいろいろあって温泉街もあって、松江宍道湖温泉というのがあるんですが、こちらが栄えているけれど、あちら側の岸には松江駅があるというところで、まあ、どっちもどっちで、両方とも川の両側が町になっています。この松江はこのように川の両岸にそれぞれ町が発展していったという面白いところですが、昔は橋がなんか1個しかかかっていなかったそうで、それはそれはお互いの移動が大変だったのではないかと思います。これ右側が宍道湖です。この橋の下を通る川といいますか、このですね、通っているこれ川というのかわかんないですけど、これをまっすぐずっと行きますと、さっきの中海に出ます。宍道湖とつながる中海、向こうは鳥取県。こういった地形は全国どころか世界的にも珍しいそうです。こちらが国宝松江城、すぐ脇にあるこれですよね。これが島根県庁であってるでしょうか。結構高高度電気がついてるな。まだお仕事忙しそうです。ここもまた例によって旧城内にそのまま県庁があるという県庁所在地地方都市のパターンですが、まあ、それは大体どこでもそうなんですけどね。松江城、いやいいですね。これ2015年についに国宝になりました。現存する昔からの天守、これは江戸時代の初め頃、多分まだ新しくお城建てちゃいけませんというお触れが出る前ぐらいに作られたぐらいのお城で、そのまま残っています。
ここにある銅像は松平直政さんらしいんですが、これですね、まあ、の確かに立派な銅像ですけれど、これはあの下の方だけが昭和2年の台座で、上は2009年に作ったとあります。まあ、つまり多分もともと上に立派な銅像があったんですけど、戦争の時に金属供出でなくなっちゃったんでしょうね。それでもう一回、2009年になってから新しく作り直したものと思われます。銅像というのはそういうパターンが非常に多いです。かなりの量の金属入ってますからね。でこの松平家というのはもともとここにいたわけではなく、まあ、松平というのはあの徳川家の、 あの元みたいなやつなんですけど、だから全国にいっぱいいるんですが、あの越前松平、福井県の松平家の人がここにやってきて、それで、藩主を務めていったようです。もともとは別の家の人がやってたんですが、あのなんかね、どんどんこう藩主がバタバタ死んだり、跡取りがいないとかでですね、あの結局もうしょうがないから、じゃ あのもう家も潰れちゃったし、はい松平さんどうぞやってくださいみたいな、まあ、そういうことになったみたい。でもそれでも、新しく越前松平家が入ってでもやはり、そう簡単にはですね、人が死んだりするのは治らず、なんだか随分呪われたお城だったみたいですよ。松江城のお堀をぐるりと遊覧する堀川めぐりという船がありまして、これがね名物だそうです。あの天井がなんかガタッと落ちてくるみたいで、あの東海オンエアという人がねあの動画撮ってますんで、まあ、ぜひそれ見て楽しんでもらえればと思うんですが、全国なんとか旅行の旅とか言ったかな、あれ面白いですよ。公園は真っ暗ですけど、ライトアップは10時までやっています。まだ間に合います。すごい険しい石垣だ。あ、残念、門はねこれもう見えないと思いますけど、暗すぎて閉じられてるわ。帰るしかない。もうこれ照らさないと歩けないような状態ですからね、仕方ありませんけど、本当だったらやっぱりなるべく近くまで寄りたいとは思いつつも、まあなんたって相手は国宝ですからね、近寄れないのも仕方ありません。夜中は締めだし、まあ納得です。これはもともと明治時代に廃城令ということで、もうこんな昔のものはやめようと言ってですね、お城もぶっ壊してしまう話だったらしくて、大体昔の大きなお城はあのその後軍が置かれたんですけれども、松江城にあった、敷地一帯の諸々の建物、それは全部、ぶっ壊して、天守もぶっ壊して、そして軍の施設をということだったのですが、それがですね、いやちょっとやっぱりさすがにこれは松江のシンボル残そう、地元の人たちが頑張ってお金を出し、そして政府から買い戻してここに保存されることになったのです。それを買い戻されたのは天守だけで、周りの建物は全部壊されてしまったから、松江城には今これしか残っていないそうです。もしかしたらもうちょっとちっちゃいのもあるかもしれませんけどね。でその後、昭和の時代になってから国宝に指定されました。であのさっき言ったと思うんですけど、ここでねんと思うかもしれないんですが、あの2015年にあの国宝に指定されたって言ってるのに、戦前には国宝、意味が分かんないですねこれね。あの私もねさっき知ったんですけども、国宝には実は2種類あるらしいんです。今私たちが知っている国宝というのは、戦後になってから法律で呼ばれるようになった国宝で、戦前にもいわゆる旧国宝と呼ばれるものがあるそうでして、まあ、現在の重要文化財的な立ち位置なのかな。文化財にもねいろいろあります。なんか金属のプレートがバコって埋まったりして、ちょっと緑色青銅っていうのかな、登録有形文化財って書いてあるのと、こんな感じのこう四角いですね、火器厳禁とか書いてあって、あの木の札でですね、そこにあのこう赤い文字で重要文化財って書いてあるのと、そしてこちらは国宝。重要文化財はなんか国宝とあの兼ねる場合が普通だそうでして、あれはもともと重要文化財であり、2015年に国宝にも指定されたということです。ものすごい巨大なお城ってわけじゃないですけど、でも昔から松江のシンボルとして愛されていたもの、その歴史の長さはよく感じさせてくれます。これね800円じゃあかな、そんな高い値段、800円もしなかったんですけど、まあまあの600円ぐらいかな、値段払えば中入ってね上から見られますんで、あの景色はやっぱりそんな超見晴らし素晴らしいみたいな感じじゃなく、あ上からよく見えるなぐらいなんですけど、お城の中の構造色濃く残っています。ああ門を復元したいんだけど、どうなってたかわからないから、その写真とかなんかないですかってんで、求めてるんですね。500万円の懸賞金がかかっています。まあ確かに江戸時代までは普通にあったわけですから、それを明治になって壊したんで、写真とか撮ってる可能性もなくはないってわけですか。でちょうど今県庁の前の通りにまた戻ってきたところなんですが、帰りにですねこんな気になるものを見つけました。帰れ島と海、竹島資料室島根県。これ島根県の、 あの県庁の庁舎の一部なんですけれども、ここの中に竹島のことを展示する博物館があるらしいんです。
私も一応竹島についてはちょっとだけはね読んだことありますけど、一応戦後に、イスンマンという韓国の大統領がここがまでが韓国ですよというふうに言ったんだけど、その後で、日韓基本条約を締結したんで、それは無効になったはずなのになぜか未だに韓国が返さないと、まあ、そういうことになってるんで認識は合ってると思うんですが、まあ、その程度のことしか知らないので、明日ね天気も悪いですからちょうどいい、ここでしっかり勉強して、もうちょっと竹島についてしっかりとものが言えるようになろうと思います。というのは北方領土の時もそうですが、韓国にもまた韓国なりの、自分たちの領土であると主張できるだけの理屈を一応持っているわけでして、それとちゃんとね対照したりとか、もともと竹島とはどういうところだったのかとか、竹島があると島根県はどうなるのか、日本はどう変わるのか、多分そういうことがねいろいろと分かる、まあ、ある程度はね経済地域の問題とか分かりますけども、明日ここで朝早く一番に電話をかけて、多分9時ぐらいからやってるんですよね。動画撮っていいか聞いてみましょう。でダメでも明日予定が余裕があると思います。一回ここへ来てで勉強して、そこ のお城の公園のところでなんかペラペラと喋ればいいかな。明日雨だからここまで濡れてしまうかもしれませんが、ちょうど私が喋ってるうちにね、ここの松江城の照明も消灯したようです。今つまり午後10時、まあ、動画はここら辺でよろしいでしょうかね。また明日の朝お楽しみに。なんかコミックインターネットとか書いてあって見たら、そうか、ネットカフェのドロシーっていうやつね、米子とそれから、鳥取にあるのは知ってたんですが、松江にもあったんですね。昨日鳥取で泊まったコストパフォーマンスに、コストパフォーマンスに優れるネットカフェ、まあ今日泊まるところもね、コストパフォーマンスに優れてていいとは思うんですけど、あっちでもよかったな、ホームページ見て値段検討するぐらいの価値はあったな。まあ今日はまだ予算が800円ぐらい余ってますんで、余りを出せただけ良かったかとは思いますが、そうか、今度松江に格安旅行で来るときはこれの利用も視野に入れておこう、忘れないようにね。これについて詳しくお知りになりたい方は、今日の朝の鳥取の動画よりは昨日の夜の方がいいかな。昨日の、多分生野銀山の動画のラストシーンで出てくるかなと思いますので参考にしてみてください。ありがとうございました。終わり終わりって全然終わんなくて悪いんですけど、今ねコンビニ行ったんですよ、ローソンね。でお腹がなんか甘いもんでも食べる、今日は疲れたなと思って入ったんですけど、でももうあと今日使える残りのお金は800円か、なるべくもう少しで持ち越しておきたいと思ってですね、結局10個に10個を重ねて、買ったのは大きな水1本でした。まあ水も本当はね水道水とかでやればもうちょっと安くするのは分かってるんですが、まあなんか水道水よりはこういうやつの方が元気になれる気がするんで買ってるんですけど、なんか懐かしいですね本当に。大学入ったばっかりとかね、高校の時とかね、いつもこんな感じでね、コンビニでなんか食べたいなと思ってコンビニ入って、うわどれも高い、100円か、いいやと思って出てくる、なんか青春時代に立ち返ったみたいですって言いたいところですけど、まあまだ青春時代でいいと思うんですよね、ギリギリね。だから年配の方がね、昔を思い出すように、お金がないわけではないのに青春18切符の旅をするって結構あるようですけど、その気持ちも分かりますね。やっぱ楽しいわ。どうもありがとうございました。